こんにちは。いつも波動チャンネルをご覧いただき、どうもありがとうございます。波動コンサルタントの桑名正則です、えー、今日の波動チャンネルは波動が下がる子宮5。8と5000波動が下がる子宮5。8と5000というね、えー、そんなお話をお伝えをしていきます。 えーと先日ですね「波動が高い女性には特徴がある」というそんな動画を出しましたこの動画はコメント欄に掲載しておきますので是非ご覧ください。「波動が高い女性には特徴がある」サムネイルは「波動が高い女性はこんな人」というねそんな動画を撮りまたで波動が高くなると運が良くなったり人生がうまくいくようになったり幸せ,に豊かに幸せで豊かな現実にアクセスしたりするので波動を上げていくといいんですけれどもその中で波動が高い女性は 高い女性の特徴を4つご紹介しましまたでプラスアルファがあるということで子宮のお話を少ししたらコメント欄に子宮のお話もと聞きたいというコメントを頂い,いたので今日のお話をさせていただきます。で子宮が活性化していないと波動が下がって運気が下がるんですけれどもあの僕は弊社でがっつり浄化とブロック外しというエネルギーワークをやっておりますがで多くの方のエネルギー見させていただくんですけれども。 子宮が冷えて硬くなって活性化してない方って結構いらっしゃるんですよね。 そうなると運,も運気も悪くなるし体にも弊害が出てくるしあとパートナーシップとかね影響が出たりとかあとパワハラとかモラハラにあったりとかまあいろんなことが起こってきますので子宮は活性化していいいったらいいんですよねで今日は波動が下が下っっててししままう子宮にとと良くないこと5つを紹介しますでどうしていったらいいかっていうことも紹介しますので是非波動を高くして運気を上げたい女性の皆様で なかなか子宮のことをどうすればいいのかってわからない方もいらっしゃると思いますのでこのチャンネルでは波動というものを使って願望を実現したり幸せに豊かに生きたり自分らしく生きたりといったコツをお伝えをしておりますのでよろしければチャンネル登録いただければと思います。 はいで今日はあ波動が下がる子宮5ハット5 0というそんなタイトルにさせていただいたんですけれどもあのまあえっ、ー、と子宮のない僕が言うのもなんですけどね <laughs>、えー、でもまあ浄化とブロック外しをして、えー、本当に多くの方をケアさせていただく中で、えーまあ、経験則として今日はお伝えをしていきます。で、えー、と子宮が 冷えている人子宮が冷えている人に起こりがちなことがいろいろあるんですよねで、えー、まず人まあ子宮が冷えるので子宮の病気になりがちになります菌種とかあいろんなものですね、えー、こういう方多いですよね今、えー、子宮の病気になりがちになるで、えー、生理不順になったりしますあと生理痛がひどくなったりとかあと人間関係の部分でいうとパートナーシップがうまくいかない。 とかあうまくなかなかパートナーが見つからないとかね、えー、あと、まあ、うまくいかないの中にパワハラとかモラハラみたいな、えー、あとダメンズとかね、えー、そういうのとばっかり付き合ってしまうとか、えー、とあとあそうそうつ,つらいですけどねやっぱ子宮が冷えちゃうので不妊になったりっていうこともあります。えー、あと えーと子宮が冷えている人の多くは自分が何をしたいかわからないという方もいらっしゃいます。自分が何をしたいのかわからないとか、あー何かをしようとするんだけれどもいつもなんか迷惑なことが起こって自分を表現できないとか、あーそういったことが訪れてくるんですよね。で、えー、子宮をしっかりとケアしていくことで、えー、体も良くなったりパートナーシップも改善されたり、えー、自分がやりたいことが分かったりっいうことに繋がってい。 っていう側面もあるので、えー、ぜひ取り組んでいただければと思います。波動が下がる、子宮後ハット五千、まあ五千というぐらいの五つあるんですけれども、順番に、えー、紹介していきますね。まずは一つ目、えー、頭を後ハットですからね、えー。全部ないになってますけど、頭を使いすぎないことです。頭を使いすぎないこと、これをめちゃくちゃ大事。 子宮が冷えている人の多くはもう頭で何でも考えている方が多いです。何かを分析しようとしたりとか、これが正しいのか間違っているのかということを考えたりとか、どうすることが正解なのかということを考えたりとか、頭をずっと使っている方っていうのがすごく多いです。で、まああの何か正しい道、真面目な人が多かったりもしますけど、正しいことを常に選択しようとすると頭を常に使って てしままうっていうこといここが起こります、えー、なので頭は使いすぎないように、まあ、頭使うことは大事なんですけれども使いすぎないで頭を使うその前に何が大事かっていうと感覚を感,感覚を意識することです感じるっていうこと今何を感じているのかっていうことを感じるっていうことを是非意識してみてください頭を使います。なのでえーあの ふだん日常生活の中で頭使いすぎるこれをいきなりやめましょうっていうのは難しいと思うので感感じるるる練習ってていいうのををしていかれるとですね五感をフル活用する例えばお風呂をしっかり入る中で「いや今暖かいな」とか「気持ちいいな」とかっていうことを感じるとか通勤の途中にいつもはね多分最短の道行ってると思うんですけれどちょっと遠回りしてなんか木々が生えてる道を選択 そして、えー、その木のが風に揺らいで鳴、えー、ってる音,の音を聞いてみるとかね。 あと休日とかだったら自然の中に入ってみて例えば海だったら海の音に耳を澄ませる海の潮の匂いを感じるとかその海での緩んでいく感覚を感じるとかそういった五感を刺激して感覚を思い出すというか感じていることに意識を集中するっていうことをやっていかれると感覚の部分っていうのが戻ってくるので,で感情を感じるっていうのもありですので私は今 何を感じているのか、えー、心地いいと感じているのか辛いと感じているのかあそういった感情を感じるうっていうことを感情の部分それと五感の部分そんな感じるっていうことを意識されるというですよね。えー、とはいえ頭は使うんですけどまず何を感じているかっていうことを感じて頭を使う。 頭を使いすぎない人はもう全部感覚っていうのをなしで頭ばかりで考えるので、えー、自分はどうしたいとかあ自分は何を感じてるっていうことを感じて、えー、じゃあどうしようって頭を使うっていう感覚こういう思考回路の切り替えですよねそういったことを意識してみてください。で一、えーまあ、つ目は頭を使い,使いすぎないことで二つ目自分をおろそかにしないことです。自分をおろそかにしないこと えー、子宮が冷えてる人は結構自分をおろそかにしたりとか自分の体をムち打ったりとかっていうことをしすぎなんですよねそうではなくてあと自分をダメ出ししたりとかそうではなくて自分を大切に扱うことです自分を大切に,大切に。大で、えー、おすすめなのが自分を癒すっていうことをお風呂に入っている時とかに自分を抱きしめてあげて、えー、自分でいいよって。 え言っててあげてくださいいい自分でいいよってで最近あのすごく忙しかったら自分の体抱きしめてあげて、えー、よく頑張ってるねって自分に言ってあげることですそういう,う,う,うある意味セルフラブみたいなね、えー、そういった時間をちょっとでもいいので取、えー、っていただくといいです。で、えー、そういうことをできていくと何か自分をおろそかにされている感覚とかっていうのがちょっとずつ芽生えてきたら自分をおろそかにしてくる人とは離れるとか。 自分をおろそかにしているような時間をなくしていくとかあ、まあ、これはレベルアップしていく中でできるようになるので最初は自分を大切に、えー、自分をねぎらってあげるっていうことから始めて、えー、そこからスタートをして、えー、次自分をおろそかにしてくる時間自分をおろそかにしている時間や自分をおろそかにしている人間関係、えー、そういったものからあ距離を置く時間だったらそういう時間をなくす。 ていうことをしてみてみください、えー、とにかく自分を大切に扱ってあげるっていうのがすごく大事なので是非、えー、そうしてあげてください。それとあの自分をダメ出しばっかりしている人はあそれをやめて、えー、自分に期待をしてあげることです。自分のダメ出し癖をやめて自分を大切にしてそのままの自分でいいのでそのままの自分を受け入れて自分に期待をしてあげるっていうことをしてみてください。はい、で3つ目合理的 効率的にきぎない合理的・効率的に行き過ぎないとい,いうことがめちゃくちゃ大事です。えっ、ー、と、実は、うん、まあ、子宮が冷えている人っていうのは、合理的な判断とか、効率的にするにはどうしようばっかりに傾倒することがあります。もちろんそれって大事なんですよ。おでもそれってね、男性がやりがいや、男性がやることの方が多いんですよね。合理的・効率的に。で、そもそも人の心って、効率、非効率なものなんです。 人のの心って非効率なもの、えー、これをやりたいんだけれどもお今これをやるとお損だよねみたいなあ今これはやりたくないんだけれどもこっちをやることが得だよねとか。 そういう時に、えー、まあえっ、ー、とやりたいんだけど非効率なことっていうのをやってみるっていうこともありですねやりたいんだけど非効率なことお普通に考えたらこっちなんだけど私は、えー、普通に考えて効率的なの A なんだけれども私はどうしても B の方行きたい、えー、っていう時には B に行ってみられるといいんですよね。 えその逆ですよね、えー、これはあ、えー、とこっちをやっ自分の心は嫌なんだけれども A をした方がいい自分の心は嫌なんだけれどもしんどいしやりたくないと思うんだけれども普通に考えたら A をやった方がいい。 っていいいうう時に、えー、それをやらないっていう選択肢もあるので自分を大切にするからこそやらないっていう選択肢あるので、えー、合理的的効率的に行き過ぎないってことこ自分の欲望とか心っていうのは非効率なものなので時にはその非効率っていうことを信頼してあげるっていうことも大事なので、えーまあ、それも2つ目の自分をおろそかにしないということも通じてきますけれども自分を大切にしてあげてください。自分の気持ちとか 心を大切にしてあげる。それはぜひ意識していただければと思います。はい。で四つ目、男と同じようにしない、えー、戦わないです。男と同じようにしない、戦わない。えー、結構、えー、っと子宮が冷えている女性の多くは男性社会の中で。 戦って生きている人って結構いたりするんですよね。男性社会の中で戦って生きているっていう方が結構いらっしゃいます。でもちろん仕事をしていく上でこの世の中ビジネスの世界なんかは男性社会の部分もあるので、あの結構その中で成果を出すとかその中で実績を積み上げるっていうのはあの男化した方がいい部分もあるんですよね。 えー、まあ,あの今までお伝えした効率的にするとか、えー、と頭を使うとかあそういった部分を優先してしまうってことが多いんですよね。でそればかりでいるとやっぱり子宮っていうのはあの冷えて硬くなってエネルギーが滞っていきますので、えー、男とは同じようにしない戦わないっていうことがすごく大事。 とはいえ今の世の中今の特に日本の社会は結構男性社会がやっぱ強いので仕事の中で成果を出すには男性と同じように生きないといけないという部分もあったりもするのでそういった時には仕事以外の部分 仕事以外の部分で自分を大切にするとか自分の感覚を大切にするとか自分をねぎらうとかっていうことあと自分が着飾ってあげる仕事の時はスーツ着たくもないんだけれども TPO に合わせたスーツを着てるならオフの時には自分が本当に着たいちょっとキラキラしたものとか可愛らしいものでも何でもいいですし。 自分の心が喜ぶ服装をすると、えー、仕事の時、えー、TPO に合わせたスーツで、えー、オフの時もうヨレヨレのパーカーとかだったらもういつ自分が喜ぶのっていう話なのでねもちろん疲れてる時は休んだらいいんだけれども何自分の心が喜ぶことを選択した方が良かったりするので、えー、なので、えー、自分の大切にする時間っていうことを取ってあげてくださいはい。 それがあ4つ目男と同じようにしない戦わないっていうことねそして5つ目最後ですけれども何かっていうと嫌な人嫌いな人とセックスをしないです嫌な人嫌いな人とセックスをしないこれはめちゃくちゃ大事でま不特定多数の人としないということも大事です嫌な人嫌いな人とセックスしない これはあの例えば結婚してても,もう女性の方がもうやりたくないっていうでも旦那さんはもう迫ってくるみたいな、ね、そういう時もある,あるみたいですけどねそれも含めです。 嫌嫌ななな人人いいとはしないそうするとですねあの大好きな人とか愛してる人とするとやっぱ子宮って活性化喜びそのものなので活性化するんだけれども嫌な人とするとあのここがもう拒否反応としててて固ままっっいいくっていうのがありますだから嫌な人嫌いな人と接スしないでやっぱ子宮にマイナスのエネルギーっていうのをもらってしまうこともいっぱいあるのでできたらあそういうのは受けない避ける。 で不特定多数の人もそもそもおしたくもない不特定多数の人とするっていうのもそれも防衛本能として子宮がギュッと固まってしまうので、えー、そういうこともしない方がいいし、えー、なんかそういう時に邪気をもらうやっぱ、えー、それでいいっていう男性は相手を支配したいとかあなんか性欲,欲のはけ口とかみたいなそんな感じでされる男性もいらっしゃるのでそうするとおそのおマイナスのエネルギーっていうのをも,もな もらってしまうのでそれで子宮が冷えてしまうということが結構ありますので、えー、その嫌な人嫌いな人とセックスしないで人によってはまあ不特定多数の人としないということも大事なので是非、えー、そのことも意識してみてください。 でえー、じゃあ,あまあそういったことを避けて、えー、子宮を活性化していくにはどうしたらいいかっていうとまあ,あの自分の感覚を大切にするとか自分を大切に扱うとかね、えー、そういったことが大事です、えー。とにかく自分そのものを大切に扱うことあと物理的にでもいいので、えー、子宮を温めてあげてください。 物理的にでもいいので子宮を温める。で常に子宮を意識するっていうことがすごく大事なんですよね。子宮を意識して温めてあげる。そんなことをしていただくといいです。それと、えー、昨日昨日じゃ一昨日お伝えした波動が高い女性には特徴がある。 ってていう動画これはコメント欄に掲載しておきますそちらもご覧頂ければと思いますが今日のお話の子宮の部分とその波動が高い女性には特徴があるそちらの動画でお伝えしている4つのことそれらを意識して実践していくことで子宮っていうのはちょっとずつエネルギー戻ってきたり活性化したりしてきますのでねぜひ参考にして頂ければと思います。どううししてても難いいっていう

どうしても難しいという方はエネルギーで支給を活性化できるまあこれが一番あの手っ取り早い部分ではあるんですけどねすごく暖かくなるのでエネルギーで支給を活性化するということもできますのでえー、とがっとガッツリ上かそんな方はガッツリ上加とブロッカーズにお越しいただければと思いますまあ月1回募集しておりますのであのそちらもコメント欄掲載あそちらはですね LINE とメルマガで告知しておりますのでそのタイムタイミングが来たら明日何 単時に募集開始しますというのは、LINE とメルマガで告知しておりますので、そちら登録いただければいいかなと思います。LINE とメルマガの登録先は概要欄に貼り付けておりますので、ぜひそちらをご覧いただいてご登録ください。今日のお話は、波動が下がる子宮5ハット5 についいててお伝えをさせたただきまし是非女性の皆様子宮を活性化して運気を上げて輝いていただくとあそうだ最後言っておきます子宮が輝き出すと目が輝きます 子宮が輝きだすと肌ツヤががくなりますす子宮が肌輝き出すと華やかな花が出てきますのでね是非活性化していただければと思います。はい、本日は波動が下がる子宮5はと5せについてお伝えをさせていただきました是非参考にしてみてください。 で、LINE とメルマガでは、先ほど紹介したようなセミナーの告知だけではなく、ウィークで毎日メッセージを送りしてます。願望実現のお話や波動のお話やメンタルのお話、そんなメッセージをウィークで毎日お届けをしておりますので、よろしければ LINE もしくはメルマガどちらでもいいのでご登録ください。登録先は概要欄に貼り付けておきますので、概要欄をチェックしてご登録ください。そして今日のこの話で感じたこと、気づいたこと、それとご自身の体験談ですね、あればぜひ コメント欄にシェアいただければと思います、えー、コメント欄にシェアいただいたものをご覧になられて、えー、私もそういうとこあるとか私もこれやってみようとかあーで気づきが得られてこの,読んだこの人が運気が良くなれば人生が変わればシェアいただいた方の運気が上がってくるんですよね、えー、なのでぜひシェアいただければと思いますそして今日のこの話が良かったなと思われる方はチャンネル登録といいね高評価ボタンを押していただければと思いますしお友達で必要 としている方がいればぜひお友達にもシェアをしてあげてくださいそれでは本日はおまけのお話なしで、えー、終了させていただきますいつも波動チャンネルご覧いただきどうもありがとうございますそれでは失礼しますいつもありがとうございます